はい、こんにちは。なかなか、ネジを巻いてもらえないドールめぐみでございます。というわけで、前回ね、購入しましたスーパードルフィーココちゃん。こちらね、かなり持ち歩いて私遊んでおります。楽しいです。で、そろそろね、洋服を買ったりとかもね、やっていってるわけですが、非常にこのドールを持って歩くというのは、歩くというかまあ、ドールを持って写真を撮りに行くというのに非常に楽しいということでございますが、これちょっと重いですね。で、さらに、今回、スーパードルフィーをもう一体、買ってしまいました。買ってしまいました。というわけで、皆さん、恒例のね、あれなんで、これはズラもないし、裸なので、苦手な方は注意してくださいと。ほい。ほいという。ワンサイズ小さいんですね。MSD というやつです。ミニスーパードルフィーっていうのかな。ちょっとちっちゃめのやつを購入してみました。こう見るとかなりサイズ感がわかると思います。ココちゃん相当重いんですよ。重いので、まあ、ちょっと軽めの時がいいなという時はこっちの子でいこうかなと思います。で、お名前をね、まあこれもココちゃんで言っちゃったんで、今回はこれが子だったんで「さ」でいこうかなと。どうしようかな。サミちゃん、サミちゃんにします。この子は、この子サミちゃんで命名していきたいと思います。ズラはね一応ね2種類、あるんですけど、あれどこ置いた？ズラあった。一応ねこのちょっとロングっぽいのと短いやつ、ショートのやつをね欲しかったんで、ショートをチョイスしました。あと巻き髪もねちょっと欲しいよね。でココちゃんが金髪なんで、この子はちょっと茶色、こう見るとではちょっとねずらかぶってください。こっちかな。これねずらがねどうしてもねスーパードルフィー取れるんですね。ずら取れないようにするにはもうちょっと私はこのココちゃんに関しては両面テープで留めちゃってます。でずらをかぶるとこんな感じ。頭の大きさも全然違うもんね。こうサイズ感があるね、やっぱりね。あ、いいんじゃない？あ、可愛いんじゃない？あ、よくない？よくない？あ、かわいいね。ずら。あ、いいんじゃない？いいんじゃない？結構ね、ココちゃんね、この髪の毛が長いせいで、結構扱いが大変なんで、短めのやつがいいなと思って。よくない？これ、かわいくない？どうでしょう？今回はこれでね、ドールがね、2つになったので、いろいろ遊べるんじゃないかなと思います。よし。よし。よし、完璧完璧です。服を買っていきましょう。というわけで、スーパードルフィーの、私なんていうの命名した？サミちゃん、サミにしようね。サミみ美しくサミにしよう。キラキラネームっぽくね、サミちゃんでございました。まあこれからねまたいろいろ遊んでいきたいと思いますのでよろしくお願いします。バイバイ。